エステティックサロンとは、送信や脱毛をはじめとした、全身の美容、すなわちエステを目的とした店。リラクゼーションを兼ねていることがある。男女が脱毛、スリムな体への治療、フェイシャルケアを含む非常に多くの髭下的美容治療を受けられるために、日本で人気のある施設。日本の美容業界は、非常に広範で収益性が高く、2003年には、 全国で173,412の施設と推定されている。日本を代表するエステティックサロンには417の店舗と平均年間売上高41、700万円売上げの東京ビューティーセンター74の店舗と平均年間売上高21、500万円の素子120店舗、平均年間売上1600万の 高野ゆりビューティークリニック102の店舗と平均年間売り上げ10200万円のスリムビューティーハウスなどがある。すべてのエステが女性を顧客としてターゲットにしているわけではなく、メンズ、東京ビューティーセンターなどの繁栄するサロンは男性消費者をターゲットにしている。これらのサロンはすべて日本の 数十億ドル規模の美容及び化粧品業界のほんの一部である。それぞれの文化には美とは何かについて多くの異なる考えがあるが、日本文化のいくつかの顕著な理想には無毛スリム、完璧な胸を持つことが望まれる。日本では男性と女性の美しさについて非常に具体的で定量化可能な基準があるため、日本のサロンや他の形式の日本のメディアは、 体の各部分が特定割合に適合するべきであるという考えが促進されている。美容業界はまた顧客の体をセグメント化し、美容トリートメントの焦点として特定の分野をターゲットにしており、多くの場合美容院は顧客の進捗状況を医療シートに記録。高野ゆりビューティークリニックなどはふくらはぎ、太もも、ウエスト、バストを個別に監視し、 治療前後の正確な定量的変化を提供。エステティックサロンは顧客に多種多様な美容トリートメントを採用している。長年にわたり日本人は様々な形の脱毛治療を提供してきた。化粧品業界ではクリーム、汗薬、ワックス、漂白剤、カミソリなど提供可能な限りすべてのものを提供しているがエステティックサロン業は 日本人の女性の体毛除去の欲求も利用している。エステティックサロンは、これらの様々なトリートメントを提供し、様々な方法を利用して、ほぼ全ての体毛を排除しようとしていく。エステティックサロンの所有者は、シェービングであると体毛が太く黒くなることが多いと、しばしば主張しているが、電気脱毛で二つの形式のうち脱毛の最も、一般的な形式の一つに、 スレッディングとして知られている方法があるがこれは折りたたまれた糸を使用して髪を引き抜く技術である。日本のエステサロンでのスリミングトリートメントにはゼロハンボディラップ、マッサージ、様々なクリームやローションの使用を及び体から脂肪を分解、または溶かすといわれる様々な機械的工夫が用紙されている。人気のある技術ベースの治療法の一つに 電気筋肉刺激と呼ばれるものがある。1970年代には多くの場合若くて子供っぽく無邪気な女性がよりエロティックになり、性的魅力の主要なマーカーとしての乳房さの強調需要ははるかに少なかった。文化が可愛い美学から遠ざかるにつれて、日本の美容業界はその代わりに大きくて女性的な胸に自立、自己主張。 自身の感覚の間の象徴的なリンクを形成した。美容技術者は、包向手術を行わないが、胸のサイズを大きくしたり、胸の大きさを変えたり、胸部の様々な部分を作成したりすることを目的とした各種サービスを提供する。一例は、多くの異なるエステサロンで提供される、バストアップ治療計画で治療には通常、マッサージ、 電気機器に取り付けられた吸引カップによる刺激および様々なクリームの使用が挙げられる。エステティックサロンは、競技以上に人気があり、利益を上げているが、合法的なビジネスと規制範囲以外をついた詐欺に、さらされた仕業との間の境界線を越えることがよく、あるという。政府規制の難しさの要因として、エステサロンの40%が5年未満であり、古い店がすぐに閉鎖され、 新しい施設が絶えず開かれていることであるという。2002年毎日デイリーニュースインタラクティブは日本のエステティックサロンでの医療過誤に関する記事を掲載。これには失敗した電解治療による入院の説明や医療従事者法に違反していたサロン所有者に対する訴訟などでこうした店舗スタッフは誰でもレーザー機器を操作できるということがある。報告書はまた レストラン裏で、偽の店を経営しているといった免許を持っていない、所有者の逮捕を引用。またある女性の、髪が太くて荒いので特別な注意が必要だと、主張して、その顧客に、法外なお金を請求するといった、こうした事件を含んだエステにまつわるすべての事件に、対応して、日本政府は、エステティシャン向けの審査システムの方法と、 サロン労働者のトレーニングを規制及び改善する方法を調査研究し始めている。エステティックサロンでは様々な法律の規制が絡んでくるため広告表現には注意が必要である。関連する法律としては、景品表示法、薬規法、医師法、アハキ法など、ありがとうございます。